せえ。急に動かなかった。できなかったんだ、2つピッピンやってもらえればよかったのか。うん、どうしよう、どうしよう、ね、それは分かんない、私も分かんない、どうしようか分かんない、諦めろ、じゃあダメでしょ、上に言えばいいじゃん、正直してください、ゲイコさん、切られても困る、だってもうセブンでセブンの方にこれ出しちゃったから、もう一個の方やればいいじゃん、いやもう出しちゃったからできないじゃん、じゃあもう一個の方だよ、だからもう一個の方も出しちゃってるからできないっつってんの、あなた出しちゃったの、うん、でやれると思ったんだ、しょうがないじゃん、そんなの、それはダメだわ、伝票をやってもらわないと送信したことにならないんですけど、物をもう送ってないんですけど、だから手続きとかやってもらえないですかって、そんなのまた気持ちいいこと言うの、え、何これキャンセルできないの、キャンセルしてももう一回買ってもらわなきゃいけないから無理だ、出品した、そりゃコンビニはダメでしょうね、一つやってもらえるか、そりゃそうでしょ、なんでコンビニやってるの、
なんでコンビニでやっちゃうのよ。相手ミスったから。それは勉強しないと。さすがにあんま分かってなかったです。そう、なんかその画面出してもなんかもう発送したっていう風にできんだと思ってた。ダメなんだよ。ダメに決まってんじゃん。枠を通さなきゃダメなの知らなかった。だからそれで相手キャンセルしたんだよ。コンビニはダメだと思う。だから郵便局で送るとかそういうのになったもんだ。コンビニだともうイコールメルカリ責任になるから。そうなっちゃう。今から戻ってもう一回押してもらう。できんのかな。キャンセルしてもらった方がいいと思うけど、わかんない。まあ携帯いじれないから、ね、いやでもキャンセルしても荷物送っちゃってるからおかしなことになっちゃうから無理だって、うん、それはできない。だってもう発送しちゃってんだもん、うん、別々で送れよ。いや別々で送るんじゃなくて郵便局で送るとすぐにやればよかったんだよ。そうすれば大丈夫だったんです。そうでしょ、選択肢ないもん。間違ってコンビニで送るって送っちゃったんでキャンセルしてくださいって言うでしょ。発送方法変更しますかね。入ってもできるかできないもん。それで入ってやるしかないじゃん。このもうコンビニでやるっていう画面出してから別のに発送方法って変えられるのかなって思って。いや変えられる決まってんじゃん。一回確定したらダメなんだなってさ。 300m 先右方向で上に言えばできるでしょ。そこはうまくやんないと。いや普通に言ってちょっと聞いてみよう上に。素直に言うの別にいいけど。なんで。だって別に何もやましいことしてなくない。してないっちゃしてない。悪いことしてないと思うんだけど。まあいいや、やってみなされ。もう君はどういう、君は何をしたいのか。あれなんだ。何キャンセルしろって話なの。普通にキャンセルしますって言えばいいじゃん。キャンセルしてもう一回買ってくれってこと。違う。え、じゃあ何。だからその今コンビニ出したやつをキャンセルしてくれって言えばいいじゃん。それ何秒か経たないと勝手に消えなかったっけ。違う。え、しょうがない。でも物送っちゃってるからキャンセルはできないでしょ。そうじゃなくて、違う商品でしょ。あそこ俺押してないや。送りましたってやつ。あ、送りましたの方も押しちゃったよ。こっちの方が分かんない。